それでは本日は、ちょっと、堀井真一プロが、リージョナルに参加ということで一人になってしまいましたが、もう、プロ入り以来つまらボール、一押しです。三浦美里プロです。皆さんこんにちは。あれました47期生の三浦美里と申します。普段ですね、神奈川県のプロショップキーター館内にありますソプラニコというセンターでプロショップの方で働いております。県外からも本日はご参加いただきまして本当にありがとうございます。そして私のオリジナルウェアですね、今日ご参加いただいたお客様が多くて、はい、とても嬉しく思っております。今日はですね、リージョナルと、JBC の連盟祭という大会が重なっておりまして、あの JBC とリージョナルにとても恨んでおります。はい、ということで、あの人数の方はちょっと少なめで寂しいんですが、あの皆さんに楽しんで帰ってもらえるように騒がしく盛り上げてまいりたいと思いますので、短い時間ではありますがどうぞよろしくお願いします。お願いします。挨拶がすごい上手くなりましたね。それでは皆様、最後までどうぞ楽しんでお帰りください。よろしくお願いいたします。
ですね、女子プロボーラーコーテスト基準に合格してますって言ってて良かったと思います。結構緊張のメレージくらい、はい、負けた人が100分以上でですね、大変悔しい思いをしているので、ぜひリベンジさせてください。あとはリベンジ待ってます。負けた人は強制参加の夜お願いします。8時からスタートですよね。8時からまた第2部始まりますので、ぜひ皆さんご飯を食べて帰らないようにお願いします。皆さん朝美味しそうですね。はい、ということで今日は1シフト目打てなかったんですけど、 MK チャリティーカップがありますので、そこに調節できるように夜の部は絶対みんなに貸したいと思っております。ぜひかかってこいや。ご希望の方は少々お時間をかけていただきたいと思いますので、そちらの方でお願いいたします。はい、なお、フランシュートの